こんにちは。ちは3月17日日曜日。時刻は午前11時を過ぎました。坂上ドリーのレコメンド。パーソナリティのシンガーソングライター、坂上智則と。モデルのドリーです。この番組では MC2 人とリスナーの皆様のおすすめレコメンドをお伝えしてまいります。はい。この番組は 84.1MHzFM サルースで生放送中。YouTube ライブでも同時生配信中です。FM サルースのホームページ、 トップ画面のところにも表示されていますので、ぜひそちらもアクセスしてみてください。また、FM サルースはスマホのアプリ、FM プラプラでもお聞きいただけます。この番組ももちろん、生配信中、ぜひアプリもインストールしてみてくださいね。さらに、JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。はい。さあ、今回ね私たち重大発表がこの場でありますね。 重大っていうからには重大、はい、ですよね。<laughs> どれぐらい重大かというと、はい、どのぐらい？どれぐらい？いや私たちにとってはねとっても大事な引っ張りすぎです。引っ張りすぎです。さらっと言いましょう。はい。はい。 えっと今度の火曜日ですね三、うん、月の十九日なんですけれどもはい、はい、この fm サルースの帯番組昼の帯番組であります、はい、サルースオールインワンにまたまた出演をさせていただくことになりましたい去年もねあのね出演させていただいたんですよね,いいいねはいそして今回は火曜日に出演させていただくんですけどまああのお時間 1>, 1時とか2時とか、うん、あの詳しく決まりましたらぜひ私たちの X だったりとかあのなんでアンカイブ載せてるホームページだったりとかそういったところで宣伝していきたいと思いますので平日なんですけれども。 こちら、ね、アーカイブ残らないんですよ YouTube のアーカイブもそうだからリアルタイムで聞いてねリアルタイムでぜひ聞いていただきコメントなんかいただけると嬉しいなって思います、はい、よろしくお願いしますさあさあそれでは早速今日のお便りテーマもいきましょうか、はい、お便りのテーマなんですけれども「うん、飛行行行機で行くおすすめの旅行先は<う> y o u t u b e ライブのコメントや FM プラプラ FM サースの公式ウェブサイトなどどこからでもお送りください」はいそれでは今週のレコメンドスタートです 坂上の音楽レコメンドのコーナーです。このコーナーはメジャーではない、自分の力で頑張って活動しているインディーズミュージシャンの楽曲をレコメンド、おすすめしていくコーナーになっています。本日最初の楽曲はジミーさんの追い風からお聴きください。 お聞きいただいているのは、ジミーさんの追い風です。音楽で寄り添い活力ををモットーに日々歌い続ける。イラストを描く活動もしており、YouTube ではそれを紙芝居にして自身の楽曲と合わせて、ジミーの音楽紙芝居を展開しているといただきました。続いては、ナノハさんの雨に濡らしてをお聞きください。 お聴きいただいているのは菜の葉さんの雨に濡らしてです2023年1月より本格的に活動を開始名古屋堺を中心に路上ライブも定期的に行っている作詞作曲からアレンジまで全てを自身でプロデュースした楽曲となっているといただきました今日ご紹介したインディーズミュージシャンの情報は後日当番組の公式ウェブサイトに掲載させていただきます気になったサウンドがあったら是非アクセスしてみてくださいね 番組では自分の曲もラジオで放送してほしいと思っているインディーズミュージシャンからの楽曲を大募集しています。ご希望のミュージシャンは Yahoo や Google でカタカナレコメン、アルファベットで DO と検索いただき、当番組の公式ウェブサイトにアクセスしてインディーズミュージシャン楽曲募集のコーナーよりご応募ください。 現在、本当にたくさんの楽曲をお送りいただいています。えー、放送は何ヶ月も先になってしまいますが、ご応募お待ちしております。以上、坂上の音楽レコメンドのコーナーでした。 ここからはお便りのコーナーですはーお便りのコーナーはこのね、あのー、今手元に持っている YouTube ご覧の頂い,いてる方はわかると思うんですけれども黄色い飲み物パッケージが黄色いだけなんですけれども、ね、あ寄せていただいたありがとうございます<ー>こちら、はい、私が愛してやまない丸さんさんからね <laughs> えー、丸豆乳さんから出た3月1日新発売の商品、うん、パインアメ豆乳を持ってきましたはいこれ僕ね初めて今ねブリーさんから頂い,いて拝見するんですけど「はい、パイン飴豆乳飲料まろやかで優しい甘さ」ということでまだ飲んだことがないので飲みながらいきましょうか、はい、これお便りたテーマに全く脈絡でいなくんで <laughs> 楽しみながらお便りも楽しむということでねはい、はい、じゃあちょっと味飲んでみたいと思います、はい、いただきます <laughs> 本当だパインアメだパインアメの味しますよねしますね結構パインアメの味は再現度高くないですかパインアメの味の再現度確かに高いあと豆乳感が割とある豆乳感があるんですよ、うん、まあミルク製器のパインアメバージョンみたいな感じあ、でもちょっと思ったよりも豆乳 でしたそうそうそう,そう思ったより豆乳なんですそしてこの裏には凍らせるだけパインアメ豆乳アイス美味しいと思う削ればかき氷になるよって書いてありますね <laughs> 挑戦してみようかな今まだちょっと寒いかなと思うんですけど夏とかめちゃくちゃ良さそうですよねうん、うん、なかなかのレア商品なんですよあんまり売ってないので、はいはい、見かけたら是非私なんか箱買いしちゃって24本あるんです <laughs> 買いすぎか <laughs> なのでいろいろ配ってます。<laughs> はい、いや、ね、しくいただいております、はい。お便り行きたいと思います。はい、若宮大地さんありがとうございます。はい、お便りテーマ何でしたっけ？あお便りテーマはえっ、ー、と飛行機で行くおすすめの旅行先ということでいただきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、えー、若宮大地さん60回放送おめでとうございます。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。数えててくれるのね。はい、うん。<laughs> <laughs> ということで、えっ、ー、とね、おすすめの旅行先は出発地、羽田空港で。到着地、新千歳空港。うん、北海道修学旅行で行ったことがありますということらしいんですよ。どうです、北海道って行ったことありますか。あの電車で行きました。電車。うん。ええ。渡れるのか、青線。はい、渡れるんで。行きましたね、チャーギアンドアスカのあの。千夜一夜ライブを見に。おお<ー> <laughs>。それって。 いつ季節はいつ行われる。いつだっけな、でもあれ、でもあれですよ。年が変わる時なんで、冬でした。冬ですね。そっか、そっか、寒かったろうに。<laughs> もうね、コンサート目的だけで行ったんで、観光とか全然してない。はい、行って、弾丸で行って、帰るだけみたいな感じですか。<laughs> あ、でもね、時計台とか、そこらへ見ましたよ。はい、ああ、噂の時計台。うん、はい。 何で噂かを皆さん <laughs>。口コミチェックしてください。はい、はい、続きましていきましょう。はい、タモプライムやちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、正直に言うと、交渉恐怖症なんで。まあ。ちょっとね、いろいろ障害というか、問題があったらしいんですけれども。国内と海外で一つずついただきました。国内は熊本。三時間ぐらいのフライトでしたが、この時に飛行機の楽しさを教えてくれたフライトだったと。<ん>えー、そして。海外はオーストラリアのシドニー。 高校の修学旅行の時に一週間ということでいただいてますあと国内で高松とかあと海外で、えー、韓国釜山とかもね、うんえー、ちょっと迷いましたっていただきましたありがとうございますありがとうございますい意外といろいろ公社恐怖症とおっしゃってる割には意外といろいろ行かれてます私まだオーストラリア大陸に上陸したことないんですよ<ー>南半球に行ったことないたくさん行ってるんだけど二十カ国ぐらい行ったかなでも全部 南は行っ,行ったことないあ南半球行ってるわブラジルとか行ったからあっウソです <laughs> あのオーストラリア大陸に上陸したことがないですはあ行ってみたいなと思いますが1週間も修学旅行で行くなんてねなんか。うん リッチですね,ねえいい学校行ったんでしょうね <laughs> でしょうねはい、お便りありがとうございます続きましてハワミンさんありがとうございます飛行機新婚旅行以来乗ってないですが旅行に行けるとしたらハワイに行ってみたいです<う>私こちら一度も行ったことがないのです ちなみに新婚旅行はフランスに行きました。<お>5日間で長距離を移動する弾丸ツアーでしたが思い出になりましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。フランスね私もまあ行ったことあるんですけど寒かった。あそうなんだ。もうヨーロッパ行ったことないんだよな。石畳ってね冬寒いんですよ本当に。そうなんだ。もう底冷えするんです。ただね寒い時のフランスも綺麗なのよクリスマスの時に行ったんですけど。へえ<ー>。いやー。 あれはねあの寒さは覚えてるけどそれを越す美しさの感動もあったなというふうにねでもね新婚旅行でハワビンさん行かれてるってことなんでね、まあ、どんなに寒くても熱々な感じだったんだろうなと思った、はい、ちょっと待ってその <laughs> 固まんないでください,よいや。結ぼうとしてんなと思って邪魔しない方がいいかなと思いました。<laughs> はい、続きまして行きましょう。はい、金柑さんあり,ありがとうございます。えー、おすすめの旅行先ありますよ。自分は国内旅行が大好きで、以前は温泉旅行によく行っていたんですよ。そして今再度北陸方面に行きたくなりました。えっ、ー、とでも。まあ、この3月16日に北陸新幹線が金沢から鶴ヶまで開業して、まさに今トレンドになっていて、まあ、地震の影響をあまり受けてないところに出向き、観光をして応援したいと。 いうふうにいただいてますね。はい、で、もうえっ、ー、とテーマは飛行機でしたね。いうでそうなんですよ。石川県に小松空港があるので遠方からの方はそちらの方が便利だと思います。え自分は魚釣りも兼ねて鶴ヶの綺麗な砂浜越前海岸の雄大な岩場そしてあわら温泉でカニ料理を食べのんびりするのが大好きです。 もう何回も行ったことのある場所なので間違いなくいいところですそしておすすめの場所でもあるのでぜひどうぞといただきました、えっと、あともう一つ実際頂い,いていてえっとキンカンさんがね応援されていらっしゃいますアンズココアさんの曲をリクエストでかけてほしいというふうに頂い,いていまして「DearMe」という楽曲なんですけど以前かけ,たかけたことがあるんですよ一、はい、<は>曲本当にいい曲はい なんか、また、私も聞きたいです。そのうち、かけたいと思います。今日はょっとね、先にリクエストいただいて、あるんでね、はい、また。機会を見て、お願いします。どうですか、私はカニを食べたい。あわら温泉。初つな岩場いわば、もう、言葉だけで自然、雄大な自然がね、浮かんできますね。そうですね、なかなか、の、地震の影響があったり、とかして、今ね、あの、観光客も少ないとか。 あると思うんですけれどもやっぱねあの迷惑じゃなくなったらどんどん行くっていうのがやっぱり復興の応援のためにはい復興のためにもなるかと思うのでね行ってみたいなと思いますありがとうございます続きましてお便り北さんからいただきましたありがとうございます初お便りになりますよだいぶかかったねあの知ってる方なんですけどねここに あの、送ってくださるまでだいぶかかりましたが、ありがとうございます。ます国内なら沖縄で、国外だとベトナムがいいです。だって、ベトナムは日本人受けが良くて、当時は空港に着くや否いいや、タクシーのおじさんたちがすごく寄ってきました。<ー>ハノイは下町感がありつつも、建物とか観光する場所もあり、面白いところがいっぱいありました。そしてベトマ、ベトナムの世界遺産にもなっているハロー湾のティンクエン洞窟と、うん、その洞窟に行くまでの。 船の旅がおすすすめでとなんか冒険家っぽいね,ね<え>それってよく行かれるあ、まあ、洞窟って見るからよく行くんでしょうけどなかなかこうね船に乗ってまでって足運ぼうっていうとねあの。 ちょっと時間が必要じゃないですか、ね、僕はあのベトナムも行ったことなくて、はい、ただあの漫画で「大使閣下の料理人」っていう漫画があるんですけどそれがあのベトナムが舞台だなんですよベトナムが舞台の漫画そうベトナムのそう大使館に勤める料理人の漫画っていう感じでそこで確かねこの洞窟後半の確か出てきたんじゃないかなってうっすらと覚えてるんですけどほうほういやうっすらとだから覚えてないのか。かな <laughs> でもなんか 取りり上げられそうな場所ではありますねそうで料理とかも含めてベトナム漫画見てたら行ってみたいなってすごい思いましたね。はい、ね当なんかあのー、コメントでも「どこでも生きていけそう」とかって言われてますけど <laughs> ちょっとアクティブな部分がね見え隠れしておりますねこの文章からもね。うんうん、ありがとうございました。 続きましてはい続きまして TY さんありがとうございます、はい、え羽田から飛行機で行く先として本州では山陰地方があります隠れスポットです島根や鳥取ですが山陰線から眺める日本海はとても綺麗ですよ山側は緑あふれる自然が残っていて一昔前の日本を感じられます日々の疲れが癒せる旅跡ではと思っていますおすすめスポットですねといただきましたありがとうございます。 あちらねな,なかなか行けないんだよ全あ行ったことない島根鳥取鳥取砂丘ぐらいしかそうね鳥取砂丘は行ったことはあるんですけど何だったかな何で行ったんだバス旅行だったかなはいですけどなかなかね足を運びにくい場所かなって私は思ってるんですけど、うんはい、でも行ってみたい、まあ、広島から行って、うん、で島根あど,ど悩みますね これ島根の方に行くかそっち側に行くか下関側のほうに行くかそうそうそうどっちに行くかってねあそこ距離が長いからさ時間かかるのねどっちも行くのは厳しいなどれららいい必要かな週間あれれああますかねとね福岡とかも食べ物おいしいし食べ物目当てに行っちゃいますかいや本当とおいしいんですよ食べ物えもう1週間じゃ足りなくなってませんかそれだと。 <laughs> ね、いろんなところたくさんいい場所があるんでね、はい、またいろんな、ね、場所行ったらぜひ教えてもらいたいなって思います、はい、皆さんぜひ教えてください、うん、そしてねあのいつもお便り頂い,いてる山ちゃんから、はい、今回はねお便りコーナーのテーマをリクエストしたいということでね、はい、お便り頂い,いてるんですけどほうほう行ったことのあるもしくは行ってみたいおすすめの東南アジアの国はというふうに<お>あのみんなに聞きたいらしいんですよ。お便りコーナーナ のリクエストまで来ちゃいましたよ。これね、<laughs> あのぜひ近々聞いてみたいですね。東南アジアだぞ、みんな考えておいてね。さっきベトナムありましたけどね。はい、なんかあのお便りテーマこういうのもやってほしいっていうのがあったらね、ぜひぜひ,ぜひお便りください。はい、皆さんお便りありがとうございました。<ん>以上お便りのコーナーでした。番組へのコメントはまだまだ募集しております。 ここからはドリーのいいとこドリーのコーナーです、はい、バタバタしてましたよ <laughs> はい、ね、今日はねちょっと見せたいものがありますサクッといくかな,なかはいガサガサしてますけどね、はい、あの旅行ということで今ちょっと注目しているものがあって、うん、手に入れられたんで皆さんにお見せしたいなと思います、はい、かさばる衣類もファスナーで締めるだけで楽々圧縮できる圧縮バッグというのがねありますこれどこで買ったかというとダイソー製品でございますあなんか大きめのポーチと、ねはいうで、まあ、あの大きめのポーチなんですけどこの袋の中に服 やら何やらを入れて、うん、チャックを閉じるだけで、うん、まあ圧縮されると圧縮袋っていうとさ掃除,機掃除機とかさあと空気抜くためにくるくる巻いてみたいな、ね、のあるじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、それがですねあのなんと便利にチャックでできるものがあるということで今日持ってきました中にもうね<ー>服詰めてきましたよ<ー>何が入ってるかと,とセーターと、まあ、あのこんなふうにセーターやらシャツやらうん、うん、たくさん入ってて。 でパパパパンンパンンでで、ね、ですすねこれ2面あるんですよこのね今回使ったやつはああ<ー>でなるほどこっちにもタオルとかカーディガンとか入ってますこれでだいたい1泊2日とか2泊ぐらいまでいけるんじゃないかなとあそうで,すでズボンのやつとかも、まあ、また別でね入れればということでか、うん、こ、うん、かさばってんじゃう、うんこれをキャリーバッグとか入れる時にさはい、はい、結構困らないですか <laughs> ももたくさん持っていきたいのにパンパンになっちゃってちょっと難しいなという時にこのね圧縮バッグに入れることでですねこうチャックが周りにもたくさんついてるんですよ。今一生懸命周りについてるバッグでね四方何個ついてるんだってなんですけどぐる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 こうチャックをね締めております。ここのチャックを締めるととでなんと な <laughs> <ド>なかなかねたくさんたくさんパン,パンに詰めてたものがちょっと圧縮されたのよこれどうですかこれ全部開いたらねっていうの今からもう一回開いてみる今これ圧縮した状態なんですけどもう一回開くと厚みが今閉じた状態で1 5ンチないな,センチないここら辺まで。 ちょっとね3分の2ぐらいまでの厚みぐらい五5センチぐらいあれかな、うん、今今の状態が多分1 5ンチぐらいで、はい、潰した時がか1 0ンチぐらいかなそうねそれそ,それぐらい5センチのスペース、まあ、5センチぐらいのスペースができるという形ですね詰めすぎると爆発しそうなんですけど <laughs> まあこうやってねあの圧縮することによって、うん、結構キャリーバッグの 中とかあとカバン<ー>ボストンバッグとかのカバンも少しすっきりするかなという便利アイテムで、はい、これ流行ってて今もう普通にねあのなんか楽天とかヤフーとか、うん、アマゾンとかでも圧縮バッグって調べればあるんですけどちょっとダイソーさんでもこれが売り始めたということで私注目して買ってみました。でできる旅のアイテムにいかかがでしょうかということではい、はい、<laughs> 以上ちょっと短かったですけどねドリーのいいとこドリーでした。 はい、えー、番組はそろそろ終わりのお時間となりますがその前に4月28日より毎月第4日曜日11時からの番組を担当されるとまるさんをご紹介したいと思いますとまるです、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますははい、はいはい。あのどのような番組を放送されるか教えていただいてもよろしいですか <laughs> はい、来月4月よりですね、えー、健康とサステナビリティに関して発信する番組を 開始いたします番組タイトルとかってもう決まってらっしゃいますというタイトルであの進行していく予定なんですけれども、うん、じゃら<お>はい、はい、どういう情報を流していくのかちょっと分かりづらいところあるかと思うのですがあの例えば牛肉 1kg を生産しようと思った時にトウモロコシ換算で必要になる、えー、穀物が1 1キロ ほどになっていて、うん、この大量の穀物ですね、えー、作るために今地球の環境が汚染されたり破壊されたりっていう現状がありますじゃあ、うん、あの牛肉を食うなっていう話ではなくですね、うん 人が元気でいるために、何をどれだけ食べればいいのかっていうこと、をしっかり発信していくっていうことが。私たちの元気にも、地球の元気にも、必要なことだと、考えておりまして。そんなことを、肩肘張らずにですね、楽しくお伝えしていければというふうに、考えております。素晴らしい、素敵な、な素敵な番組でございます。<笑><笑> <laughs> ありがとうございます。ね、あの、この番組、おそらくね、お子さんたちも、たくさん聞いていらっしゃる、かと思いますので。ね、あの、子供、子供たちの。 未来の地球のためにもね必要なことになるかと思います。ぜひ4月の28日から頑張っていただきたいと思います。この時間が教育番組みたいになります。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい。お願いします。はい、えー、お送りしてきました坂上ドリーのレコメンド。そろそろ終わりのお時間となりました。次回は4月7日日曜日午前11時からです。はい、次回のお便りのテーマは4月8日次の日が花祭り、うん、お釈迦様の誕生日ということでおすすめのお寺寺院を教えてです。うん。 はい、番組終終了後すぐに公式ブログにですね、次回のお便りテーマがアップされますので、<laughs> お便りフォームの方からどひどしどしお送りください。どひだって。どしどしお送りください。さいでは、えー、今日のエンディング曲ですけれども、若宮大地さんからお便りテーマにぴったりということでリクエストをいただきました AKB48 さんの三百六十五日の紙飛行機を放送させていただきます。この番組のお相手は坂上智則とドリーでお送りいたしました。それでは次回のレコメンドを。 お楽しみに